チャキでーす。1月28日木曜日、日清フットサルスタジアムでフットサルを行います。なんとこの日はですね、トヨタチームが来てくれます。なので皆さん、フットサル一緒に楽しんじゃいましょう。次のアナウンスです。2月1日からはなんとコリアンウィークが始まります。イエーイ。韓国チームがこのヒズコールに来てくれます。まず、日韓戦のフットサルや、コリアンパーティー、ティーンズのダンスパフォーマンスなど盛りだくさんな1週間が待ってます。韓国好きな友達や韓国に興味がある人、まあ、韓国語喋れなくても僕が教えるので、まあ、興味がある人はぜひ来て韓国の友達いっぱい作りましょう。それでは皆さん、アンニョン。次のアナウンスです。So we are going to have language exchange every Wednesday from 6:30 p.m. and every Sunday from 1 o'clock. So come if you want. Language exchange は、水曜日は6時半から、日曜日は1時から毎週やっています。みんなぜひ来てね。バイバイ。See you next time. 次のアナウンスです。Language exchange の後には Wednesday night church があります。テーマは Did I believe?俺は神様を信じてからめっちゃ人生が変わりました。このチェンジは絶対みんなに必要です。ぜひ来てください。最後のアナウンスメントです。来週の日曜日はマイストーリーデーです。神様に出会って人生が変えられた最高のストーリーを聞けるので、ぜひ友達、家族、大事な人連れてチャーチに遊びに来てくださいね。そして夕方5時半からは洗礼式があります。洗礼受ける人、みんなで一緒に洗礼のお祝いをしましょう。それでは。